はい、こんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということでですね、私はですね、今こちらはどこかと言いますと、メキシコカンクンというところでございますね。今ちょうど朝の6時40分ということで、日が昇ってきたところでございます。朝日をバックにするとね、まあ逆光になるんでね、こんな形で撮影しておりますけれども、先日ロサンゼルスですね、バシャールに会ってきまして、そしてその流れでね、せっかく遠いところまで来たんで日本に帰るのはもったいないのでね、メキシコにやってまいりました。生まれて初めてのメキシコでございます。まあこのカンクンというところはリゾートとして有名なところでございまして、まあ海がめちゃくちゃ綺麗なんですね。まだ日が昇ってないのでね、まあちょっとどこまで綺麗に映ってるかは分かりませんが、めちゃくちゃ綺麗な場所でございます。まあこのカンクンというところはね、もう僕は遥か彼方昔からずっと知っておりまして、いつかカンクンに来たいなと思ってたんですけども、またその夢がね一つ叶ったんで、すごくいいかなと思いますね。で、僕は今泊まってるホテルはですね、どっかに紹介しますけれども、オールインクルーシブといってですね、朝昼夜と、まあレストランが中にたくさんあるんですけども、どこで何を食べても無料というね、素晴らしいシステムのホテルでございます。バシャールから流れでメキシコにやってきて、バシャールに会うというね、20年来の夢がですね叶いましたね。当時僕が自分の師匠のところに行ったのがちょうど20年前ですけれども、まあその師匠のところに行った時にですね、様々な方たち、友達、たくさん友達できましたけども、その友達たちがですね、本当にいろんな人たちをこう紹介してくれるわけですよね。で、その時にバシャールの本っていうのも紹介してくれたし、そしてエドガー・ケーシーというね、まあ本も紹介してくれたんですけれども、その流れでね、まあそういった偉人たちをたくさん知ることができて、まあその本を読んでね、まあエドガー・ケーシーはもう亡くなっちゃってるんで会うことはできないんですけども、まあそのエドガー・ケーシーのことを日本全国つつ裏々にね、紹介している三田先生にもお会いすることができて、5月か、また三田先生とのね、対談もありますけども、そしてバシャールという存在を知ってですね、ボイスさんというところからね、バシャールの本が出てまして、あれを食い入るように見ましたね。自分の知らない世界がね、本当にあるんだなということにびっくりしました。多分バシャール知らない方もいらっしゃいますし、エドガー・ケーシーを知らない方もいらっしゃると思いますけども、まあぜひ本をですね、読んでみてほしいなと思います。そこにはあなたの知らない世界が無限に書いてございますのでね。まあ、ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。ハリーだよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きますね。3月6日、日本武道館。日本武道館。3月10日、東京で再生生たち、東京で再生生、はい、3月27日出雲、3月30日千葉アガスティア、4月7、8で大阪 2days、 そして4月13で宮崎、そして翌14日は鹿児島。ぜひ遊びに来てください。遊びに来てね。ありがとうございます。人生というのは不思議なものでございます。そういったね、自分の知らない世界をね、導いてくれる方たちとの出会いというのがね、まああるわけなんですけども、まあロサンゼルスに行ってね、バシャールに会いました。まあバシャールに会った後のライブ配信なんかもね、見ていただいた方いらっしゃると思います。まあそこで初めてバシャール知った方もいらっしゃると思いますけれども、まあ本当にそのね、バシャールという存在、まあダリル・アンカーさんという方にね、わかりやすく言えばイタコでしょうかね。バシャールというね、宇宙人なんでしょうかね、未来人でしょうか。まあその方がね、まあいろんなことを教えてくれるわけですよ。まあそのあたりはね、まあバシャール検索したら無限に出てきますので、ぜひそちらの方をね、参考にしていただきたいと思いますけども、今日はそのバシャールについてね、まあいろいろお話ししていきたいと思いますけども、まあそのセッションの内容とかそういうのはね、まあ僕のオンラインサロンの方でですね、詳しく解説していこうかなというふうに思うんですけど、まあ今日はですね、その夢を叶えるというところで、まあ僕は今回ね、そのバシャールに会うという20年来の夢を叶えることができたんですけれども、一時ですね、僕はそのバシャールの存在を知ってから、もう絶対にこの人に会いたいな、まあバシャール好きな人は絶対にこのバシャールに会いたいというか、自分のね、まあ質問をしてみたいと、まあほとんどの方が思うと思うんですけれども、まあもちろん僕もそうなんですけれども、まあ会いたいなと思うけども、どうやったら会えるのかとか、自分がね、そうやって日本に呼ぶなんて、そんなことできるわけもないわけであって、まあそんな中でちょうどコロナになった時に、まあ今から4年ぐらい前でしょうかね、うちのスタッフにですね、アメリカ在住の人間がおりまして、まあその人間ですね、まあもちろん英語ペラペラでございますので、まあその彼女にですね、バシャールに会いたいと、バシャールに会うためにロサンゼルスまで行くので、セッションしてもらうことはできないだろうかって4年前にですね、うちのスタッフに頼んでですね、まあバシャールでコンタクトを取ってもらったんですよ。そしたらもうコロナになっちゃってるので、まあ会うことは難しいと、で今そういったことはもう中断してるので、また落ち着いたら再開すると思うので、まあその時ぜひご縁があったら来てくださいみたいな感じで言われてたんです。まあそれが4年ぐらい前でしょうかね。そしてまあ今回ね、まあバシャールに会えるということでロサンゼルスまでね、来させていただきましたけれども、日本にねいる時、今回バシャールに会うよっていうことで、まあ結構皆さんにいろいろなところであちこち喋ったんですけど、まあその時皆さんがですね、まあいいな、羨ましいな、私も行きたいみたいな感じでね、本当たくさんの方に言っていただきましたけれども、やっぱり自分の夢を叶えたい、そのバシャールに会うということだけでもなく、本当に夢や希望や願望ってね、誰しもたくさん
あると思うんですけども、どうしてもそこに一歩踏み出す勇気がないとか、そういう方たくさんいらっしゃると思うんですね。ですごいもったいないと思うんですよ。だって今回ね、もう僕バシャールに会いに行くって言った時に、皆さんがいいな、羨ましい、私も行きたい、どうしたらいいんですかみたいなことをたくさん言われましたけども、やっぱり今はね、翻訳使えば英文なんていくらでも打てるじゃないですか。まあチャット GPT なんてもありますし、まあ Google 翻訳もあるし、もう翻訳してくれるサイトなんか無限にあるわけですよ。だからそこでバシャールに会いたいのであれば、まずバシャールにコンタクトを取るっていうことが、まずファーストステップじゃないですか。まあ英語でもちろん送りますけども、英語でもちろん帰ってくる。帰ってきた時に、もうそんなの翻訳すればいくらでもやり取りなんかできるんですよ。そこでやり取りさえセッティングしてしまえば、あとはもう飛行機取るだけですから、すごい簡単じゃないですか。金額もね、いくらですかって聞けばダイレクトに返ってくるんで、もし高くて無理だと思うなら諦めればいいと思うし、そういうふうにね、なんか自分のやりたいこと、行きたいこと、会いたい人いるんだったら、一歩踏み出してチャレンジしてみたらいいじゃないですか。僕なんか本当すごくそう思うんですよね。まあ今回こうやってね、主催してくれる方がいて、まあその方からね、まあお誘いいただきましたので、まあ喜んでね、来させていただきましたけれども、だからどうしても人間っていうのはね、なかなかこう一歩踏み出す勇気がないので、どうしても躊躇してしまう。でもそれってすごいもったいないことじゃないですか。だってそれが英語だろうが、別に中国語だろうが、なんだろうが、会いたい人がいればね、コンタクト取ればいいし、そこで金額もしかしたら、こんな安いんですかってあると思うし、はい、波がね、ここまで来たんで、まあ画角を変えて再度撮影していきたいと思いますけれども、そうやってなんか一歩踏み出す勇気を持ってチャレンジしたらいいのにもかかわらず、人間というのはね、まあどうしてもそこに一歩踏み出す勇気がない。チャレンジしてみたらいいですよ。あなたもきっと会いたい人いるでしょ、行きたいとこあるでしょ。一歩踏み出してコンタクト取ってみたらいいじゃないですか。どうやって行けばいいのか、どうやってコンタクト取ればいいのか調べたら、今はいくらでも出てきますよ。もう今ね、わからない情報なんてほとんどないですから、まあそういった意味であなたが夢、希望、願望たくさんあるでしょう。そこに向かってね、まあぜひ一歩踏み出して行ってみてはいかがでしょうか。まあこうやってね、僕もバシャールに20年前から会いたいと思っていて、で今回会うことができて本当感動しましたよ。僕の中ではもう芸能人みたいなもんですから、テレビの向こう側の人に会ったような感じでね、そこでね、まあ質問させていただいて、そういうことなのかっていうね、なんか腑に落ちたところもありますし、感動したこともある。ぜひあなたの夢叶えてください。このメキシコに来るのだって僕夢でしたよ。このカン君っていうのは、まあ検索してみたらわかるんですけれども、めちゃくちゃ綺麗な海なんですよ。土地土地によってね、海の景色っていうのは全く違うんですけども、ここのカン君の海っていうのは何でしょうかね、このエメラルドブルー、またモルジブとは全く違う海の色なので、これはこれでね、すごく綺麗だし、まあ僕は本当にここに来るのが夢で、その夢がまあ今日叶ったので、まあすごい嬉しいですよね。こうやって夢を叶えていくためには、自分が動かなければね、夢は向こうから来ないですよ。だってバシャールに会いたいと思っていても、バシャールが自分に会いに来てくれることは100万%ないわけですから。そしてこのカン君というのも、まあ自分がね、ここに来たいとずっと昔から夢見てた。で、それがこうやってね、まあ今日叶うことができて、感無量でございます。バケットリストって知ってますかね？バケットリストっていうのは自分の夢、希望、願望っていうのをそこに書いていくっていうね、それをまあ叶えていく。ぜひそれやってみてほしいなと思いますよ。あなたの夢、希望、願望、たくさんあるでしょう。ぜひそれをね、一つ一つ、やっぱり紙に書いていく。紙に書いて貼っていく。そしてそれを叶えるためにはどうしたらいいのかって。すごいシンプルだと思うんですよ。みんな難しく考えすぎなんですよ。そのバケットリストにね、まあ一つ一つ書いていって、じゃあそれを叶えていくために自分は一体何をしたらいいんだろうかってことをね、逆算して考えていけば、いくらでも夢を叶えることはできるわけですから。ぜひあなたの夢もね、叶えてみてほしいと思います。ということで今日はですね、この辺りでお別れしていきたいと思います。アディオス、いいよ、さよなら。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね、 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんなオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。